ゾフィア・マーリエフォン、ブラウンシュバイク・カレンベルクは、デンマーク・ノルウェーの王フレゼリク三世の王妃。カレンベルク公・ゲオルクと、ヒアンナ・エレオノーレの娘として、ヘルツベルク・アムハルツで生まれた。兄に、リューネーブルク公、クリスティアン・ルート・ビヒ、ゲオルク・ビルヘルム、カレンベルク公・ヨハン・フリード・リヒ、弟に、初代ハノーファー・選帝公、エルンスト・アウグストがいる。 その息子は、イギリス王ジョ王子一世となった。また、名に新生ローマ皇帝ヨーゼフ一世の皇后、アマーリア・ビルヘルミーネがいる。父方の祖母に、デンマーク王クリスチャン三世とドロタ王妃の娘、ドロタ王女がおり、フレゼリク三世とは、また従と妹の間柄である。1643年10月、グリュックスブルク城で、フレゼリク王子と結婚し、5年後に王妃となった。 フレゼリク3世の治世の最初から、息子クリスチャン5世が王位についた1670年まで、ゾフィア・アマーリエは政治的決定に強い影響を及ぼした。1650年代初頭、国王夫妻を脅かすコルフィッツ・ルフェルトとレオノーラ・クリスティナとの清掃に積極的に活動していた。彼女は絶対王政の導入に何らかの決定権を握っていたと思われている。 スウェーデンによるコペンハーゲン包囲の後、国王夫妻の国民的支持は急上昇した。ゾフィア・アマーリエは王国の経済状態が良くないにもかかわらず、彼が大好きで贅沢品の購入や大規模な宴会を開いて、宮廷生活の中心にいた。1669年から1673年の間に建設されたアマリエンボー宮殿を家父となってから自分の住まいとした。 1685年、コペンハーゲンで母子、ロスキレ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。